デーブ大久保チャンネル始まりました。優しいか仙台の人たちって、うん、散々負けてさ、一軍監督の時もさ、海星庵っていううなぎ屋さんがあって、すごいそこのおかみさん、社長のおかみさんにさ、はい、お世話になったんだけど、年配の方なんだけどさ、そこにもう県知事も来るような店なの、うん、俺楽天の二軍監督の時にさ、そこのさ、うな重5000円ぐらいだったの、メニューに書いてあったの、外で見ると、はい、5回我慢してから行ったの、6回目どうしても食いたくなって5000円かと思ってデーブさん可愛いですね5回我慢したの、普通3回目で行くんだけど、いや5回我慢しようと思ってさ、はい、で行ってすごいおかみさんにいろんな人紹介してもらって、うん、食事とかもごちそうになるようになったんだけど、すごくいいこと言ってくれる人たちで、何かっていうと、デーブさんね、仙台って七夕祭りしかなかったんだって、楽しみが、はい、うんうん、ところが60か70回の七夕祭りみたいなことを楽天がやってくれてんだって、とばあちゃんじいちゃんが孫連れてって行くぞーってやれるだけで幸せなんだから、負けてんの気にしないでって言ってくれる人たちだったの。うわー、だからそうなんですね、こんな街ってなんとかな。だから親父が、あの星野の監督がさ、日本一になった時は、俺はちょうど回転寿司にいたんだけど、号泣したよ。そういう人たちと一緒にもう2年3年いて、勝ったーって。星野監督が日本一になったらもうやめようと思ってたから。だって優勝させたらもうやることないじゃない、支えるみこしを俺たちが担ぎ手になって、はい、担がれた人がもう日本一になったんだから、もう仕事は終わりでしょっていう考えだったんだけど、はい、でさ、その、まあ、その楽天の思い出を最後に言うとさ、はい、ぜひぜひ、星野監督の思い出なんだけど、はい、やっぱり俺三木谷さんにも、うん、とも直接話ができて、はい、会長とも話できたから、三木谷さんが仙台来た時に、はい、俺二軍監督の時、俺すごいもう二軍一に向かってうわー言ってるわけ、初優勝に向かって、うん、で三木谷さんが食事しようと、俺星野の親父にも電話してんの、今日三木谷さん来られるんで、あの親父食事誘われてるんですけど行ってよろしいと、おい行ってこいって言って行ってんの、はい、で三木谷さんから、あのデーブさーって、まあ、飲む前よ、はい、二軍はちゃんと育成ちゃんとできてるかなっていうの、あ、この人すごいなと思ったの、うん、今二軍の首脳陣もあんまりでも人間無視されるから、球団から、うん、みんな来年の首が怖くなってるわけ。あー、そっか、就職活動したくなっちゃう、そうなると、はい、もうだってシーズン終わりなんだから。そうです、ね、みんなね、ひどい時はもうオールスター終わったら就職活動するんだから。へえ、裏切って自分をね、そういうとこもあるわけ。はい、俺この人すごいなと思って、なんかあるって言うから、つい言っちゃったのよ、はい、何を言ったかっていうと、うん、オーナー、義軍がちょっと疎外感がありますと、うん、疎外感って何って、いやだからみんなが優勝に向かっちゃってるから、今会長が言ってくれた育成うまくいってるって言葉が全くないから、現場なんかそんなことない、もう突き進むだけだから、はい、球団として育成って初めてだからさ、うん、じゃあどうしたらいいって言うから、まあ、首を切るなら切る、契約するならするっていうのを立花社長と星野監督と話していただけませんかと、で言ったのが、いやでも親父に公開受けたのはまずいと思って、俺走ってった駅前から、親父ってもそこから800メートルあるんだけど、はい、監督好きのマネージャーの人に電話した、今監督もうすぐ降りてこられますって言って、ダッシュで行ったの、ギューってその監督のマンションまで行って、うん、ちょうど降りてきて、どうしたやって、いやお話しなさい、まあ、乗れって言われて、はい、駅まで監督の車でマネージャーさんが送る、うん、なんやって言うから、親父、あのとにかく申し訳ありませんだけどいらしてくださいって、うん、言い訳やじゃん、はい、申し訳ありませんでした、その足は静まってからやって、はいはい来た、来ましたねと、うん、まあ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 、そう思うわなと、うん、お前の仕事じゃねって思うよな、やっちまったなと思って、でも優勝したわ、はい、その日本一になる時の、あの柴田田中ピッチャー誰が残っとるとか言ってんだ親父が、もう分かんない言ってるセリフはテレビで、田中みたいな、はい、うわーなったじゃん、はい、あの時回転寿司したんだからiPad で見ながら一人になりたくてさ、はい、まあ、優勝しました。翌日親父が電話来た、午前中、おでぶ11時マンションの下の炒めしやがなんかレストランなんとか来い、はい、もう親父からもらったポロシャツ着てさ、最後だなと思って、はい、で行ったお客さんといたんだ親父が、はい、3、4人とお茶飲んでて、親父酒飲まないから、うん、お昼だったしね、なんかコーヒーかなんか飲んでて、よしちょっと20分ぐらいおそう座っとけって言われて、ずっとこうやって座ってて、もう最後ありがとうございましたしかないと思ってるから、やっちまったなと思ってたけど、もう腹くってるからその時は、はい、よっしゃ今デーブの話がお前ら部屋上がっといてくれって言って、はい来ましたと思って、よし、はい、堂々と受けてやれと思って、首宣告を、うん、親父から言われるなら本望じゃん、はい、そしたらバッと手出して、お前のおかげで優勝できたやって言われたの。もうね、ま
全く逆のことだから俺号泣、いきなり涙出てきてうわーってやばいです。ああそれで、おいデブって覚えとけ、うん、お前はな焼き餅焼ける、焼かれるだけの男になったんや、それも含めて成長せなあかんって。感動しましたすごいだろ親分、感動した。いや本当のそういうとこじゃ、ぐわーいった俺、焼き餅焼かれるだけの男になったんや、そこも含めて成長せ、みんなまとめんのが上のものやって、お前が監督やろや俺の後はって言われてさ、もう俺ね号泣して帰った、入れって言われた、ありがとうございましたっつって、そっからホテルまでも覚えてない、そっからはどうやって帰ったか。そういうこともあった楽天は。だからね、いろんな人とこう死に別れるじゃない、携帯のさメモリーから消して、お阿弥陀さんにすがって成仏してくださいって思ってこう切るのね。俺親父のだけは消せないの今でも。それもさ、具合が悪いのも知らなかったし、正月の三が日って、まあ、みんな電話もしないし家族で暮らすじゃん、親父がいると思う。2日の日に電話したの、元旦まずいと思って、はい、どうしたんや、おめでとうございますと、おめでとうって、元気でやっとんか、店どうやと、元気ですって、頑張ってますって言って、親父たまには飯連れてってくださいよって、よっしゃいつでもやぞ言ってこいって言った2日後だから死んだの。それが最後ですか。そう、まあ、そういう人だった。だからだから最初に親父っていう人は根本陸夫さんっていうライオンズの管理部長やった人の、はい、この人は直接親父って言ったの、うん、茨城の先輩だったし。ああそうなんですね。親父俺はここじゃないですかみたいな、もうイケイケだった。これも彼氏なんだよ、はくわい、あの髪なんだ、葉巻ってさ帽子かぶって帰ってくる人。もういかついですね、うん、ちっちゃいんだよ。へえ写真見て後で見たいですお金のもんだってで、はい、2人目は読めなかったけど、藤田監督が親みたいに接してくれたの、うん、でもまあ監督が亡くなられて抜け殻を中畑さんと2人でさ、藤田監督が家にちょうど帰ってこられた時に俺が藤田監督の家にいて、その時に心の中で藤田監督っていうのも親父ありがとうございましたって、で俺にはもうこの親父と呼える思える人はこの人で終わったと思った後に、星野監督、俺ランズクビになった後だから何もない時なの、この野球学校始めたばっかりでさ、はい、その時に星野監督が必要だって言ってくれてますっていう連絡が入って、うん、で最初会った時はまあ一応球場でも交わしたよ、どっかのホテルでね球団会議やってた時なんだな、あれ東京で、はい、で俺は違う控室で待ってたら星野監督来て、おお頼むぞって頑張りますって言ったら、頑張るんやない結果だぜって言われてはいって、分かりましたって、じゃあもうあの親分のこと親父と呼ばしてもらっていいですかって、当たり前やってやってみー、ボーン帰ってった来た一発目からこれかみたいな、はい、でもそれからもう親父っていう人はもう出てこないね。うん、そう呼ばれるおじいちゃんになってきたいなっていうのあるわね、若い衆、うん、で共に前へっていうテーマだった、親父の時優勝した時かな、はい、で大好きなの一致団結って俺はつけたんだけど、うん、親父の共に前へを、うん、やっぱり共に前へっていうのはさ、今愛ちゃんがもう俺も周りを冷静に見て今自分が何をするかっていうのが協力だと思ってるの、はい、協力し合う、うん、それから共に前だと思うの、はい、俺が一方的に愛ちゃんのことも考えずに喋る、愛ちゃんも俺のことも考えずに喋る、で例えばこういうもんだけ放送もできないじゃん、映すかも分かんないとかって、こうみんなのが周りを見て決めるわけじゃない、自分のやること、うん、でその時に親父が作った共に前ってことは俺好きでさ、うん、でそれを引き継ぎたくて一致団結にしたの。ああそうなんですね、うん、そこ引き継いでるんですね。そうスローガンは、うんうんうん、そうだからそういう思いでさこのチームは見てんだけど、やっぱりそういうこともあったけどさ、はい、やっぱり OB であるっていう気持ちもあるし、うん、島内にしても親父がドラフトでこれ明治だしこれ取れって言った子が俺らの時になんとか花咲かしてくれ出したとか、銀次にしてもいるわけ。ああ思い出のある選手もね、うん、だからこの子たちがまず無事に、うん、で南三陸っていうところで二軍監督の時行ったんだけどさ、はい、あの防災無線で女の子がずっと意識防災って皆さん避難しかさって流されちゃって骨組みしか残ってない映像はみんな見てるはずなんだけど、はい、もうそこにも行った時選手に言ったんだけどさ、うん、俺たちはこの3時間皆さんが嫌なことって絶対あるはずだと、それを忘れてもらうために必死で練習して3時間忘れてもらうんだっていうのが我々の役目なんだっていうことを言い続けてきた子たちなわけ、うん、でこいつら必死でやるのよ田舎の子だから、はい、もう必死で当たれって言ったら本当当たりに銀次なんか、うん、当たりましたって当たってねえよな、まあ、当たりに行ったんだよみたいな素直な子なの、うん、だぜひねその姿はもう脈々とこれみんな思ってるから、星野監督、まあ、野村監督の思いっていうのはさ、うん、だからぜひ
応援してあげてほしいなってことね。そうですね、なんかその姿に人は応援したくなるし、その姿に感動するんでしょうね。そういうチーム、まあ、こういう話をさ、愛ちゃんもどんどんしていこう。共に前だよ、共に前、うん、一致団結して。そうです。だ俺ね、本当思ってるんだけど、諦めなかったら失敗なんかないと思ってるの。諦めたら今までの成功もなくなると思ってるの。だから絶対諦めないって決めてんの。嫌なことはいつでも来いと思ってんの。強い。いつでも来いって思ってる。何か嫌なことをこう待ち受けようとしてる自分は常にいる。だからそういう強い気持ちは持ってるのを、それは散々見かれてたサビでミスして自分が被ったんだけど、せっかくならこの経験を、これを見てる人たちが一人だろうが一人いれば、もうその人に話して、結局コーチングっていうじゃない。だから、はい、そうじゃない、愛ちゃんがコーチングしていくわけじゃない、ディレクションしてこうだろ、踊りって、はい、あれってみんな継承じゃない。そうですね、上から教わってきたことをいかにどう伝えるかの方法だから、それは自分がいいコーチになるか悪いコーチになるかって言われるのは、継承を上手に伝える、自分の勉強したものを教える伝えるっていう、これをここでさやっていきたいなっていうんで始めたの。そこが YouTube チャンネルの始まり。そうそうそう、本当の俺らの思いを伝えて、もう53ったらそこそこいい年齢だよ、世の中でも。定年があと7年じゃない。だからそれが我々の後輩に向けてやりたいなっていう。俺は先輩、先生って言われる人って偉いそうじゃん、なんか偉い感じがするじゃん、はい、この先生、代議士の先生、俺からするとあの字は先に生まれるって書くんだから、もう先に生まれた先輩は先生なわけよ。確かに。だから先輩に対して敬意を払う、先輩に対しての思いやり、礼節っていうのは大事にしたいから、今この見てるのは俺は後輩に伝えたいっていう。ツイッターもそう、先輩から来るのも勉強してるの常に。で後輩からも勉強なんだけど、俺らがしたものっていうのはさ、10個したなら10年分は必ずそのなんかやってんじゃん、はい、でツイッターにも入れたんだけどさ、0歳から100歳まで生きたとしてよ、はい、3万6千日ぐらいなんだよ生きれんの。3万6千日。うん、これ怪我したとか熱出して寝ちゃったって引いたらもっと少なくなるわけじゃん、はい、そうですね。3万5千とかさ、今友達と言ってさ使えない、ご祝儀だと3万ぐらい積むでしょうよ、結婚式、はい、一瞬で終わる日数なわけ、はい、で生きてると長いと思うじゃん今、はい、人生って長いなと思うけど、うん、俺一瞬だと思ってんの、だそれをこれを通して精一杯やっていこうって、俺はこうやってきたよ。でジャイアンツのことも隼人も大城も本当に自粛してたの、誰から聞いても。それでも映るだけコロナって怖いねっていうことじゃない、だそれを映ったのがどうだ、上げ足取ってんじゃねえよみたいなっていうのをやめてねってツイートしたりしてるわけ、はい、ツイッターか。だでもね、元木も大したもんだ、あれ昔なんかいろいろあいつに言ったらさ、デーブ足上げ取んないでくださいよって、上げ足っつんだって分かってないで言ってたあいつ分かった方がよろしいようでちょっとデーブさんの志と愛を聞いたところで、そうです、今日はお後がよろしいようです。よろしいでしょうか、はい、今後もぜひともね、たくさんの方に見ていただきたいと思いますので、はい、お願いします。今後とも頑張っていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。本日もありがとうございました。